はい、はい、どうも皆さんこんにちは。こんにちは。東邦学園入学制度ニュースのお時間です。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ではですね、本日ご紹介するものはこちら。まだ間に合う2024年の4月入学者向けの入学制度となっております。ありがとうございます。待ってました。待ってました。ありがとうございます。はい、ということですね、まずはこちらご覧ください。はい、はい、東邦学園が求める人物像、アドミッションポリシーというものが3つございます。はい、東邦学園が面接とか書類選考の際にこういった部分を見てますよといった3か条ですね。はい、1つ目、夢の実現に向けて継続的に学ぶ意欲がある人。はい、2つ目が好奇心旺盛でチャレンジ精神がある人。はい、3つ目、人を尊重し人とのコミュニケーションが好きな人。はい、こちらの3つを、東邦学園が求める人物像、アドミッションポリシーとして定めております。はい、では次参りましょう。行きましょう。はい、はい、ということで、東邦学園が今行っている入学制度が2つございます。はい、まず1つ目、青い部分ですね、推薦入学、そしてその、下の緑の部分が一般入学。はい、今現在こちらの2つの入学制度から出願をすることが可能となっております。はい、なんか違いはありますか？違いはですね、はい、推薦入学と一般入学でまず区分がそれぞれ異なっています。はい、まず推薦入学は専願、いわゆる単願となっておりまして、はい、一般入学は他の大学や短大との併願が可能となっております。はい、他に、ね、異なる点は選考方法が若干異なっています。はい、選考方法、面接と書類選考だけです。それ以外のこう学力テストとか筆記試験、小論文、そういった類のものは一切行っておりません。面接と書類選考だけなんですけれども、推薦入学は、面接がありません。はい、書類選考だけです。うん、それに対して一般入学は面接と書類選考どちらも行います。はい、ですので推薦入学と一般入学どちらが有利不利というものは全くないんですけども、選んでいただいたものによって若干区分と選考方法が異なっていることは皆さんですね、覚えていただけたらと思います。はい、では次参りましょう。はい、行きましょう。推薦入学についてなんですけれども、はいはい、推薦入学の特徴2つございます。はい、1つ目が選考方法は書類選考のみ、面接免除の書類選考のみとなっております。2つ目、4種類の方法からどれか1つを選んでいただいて出願をするものが推薦入学となっております。はい、じゃあちょっといいですか、教えて、4種類教えていただいても。はい、こちらの4種類何があるかと言いますと、はい、まず1つ目、はい、学校推薦入学です。はい、これ何かと言いますと、皆様が通われている、学校の担任の先生とか、うん、進路の先生、部活動の、顧問の先生、学校の先生に推薦書を、書いていただいて出願をするのが学校推薦入学っていう、ものとなっております。はい、別にですね、指定校推薦、といったものもございますので、ご確認をしていただけたらと思います。各学校さんですね、各学校ご自身が通われている学校さんに確認をお願いいたします。お願いいたします。はい、では2つ目、はい、2つ目が東邦学園教職員推薦入学となっております。はい、これ何かと言いますと、体験入学、オープンキャンパスですね、オープンキャンパスやイベント等で我々東邦学園の教職員と面談をしまして、我々の方で推薦書を発行させていただいて出願をしていただくのが東邦学園の教職員推薦入学となっております。はい、これね、下にも書いてあるんですけども、オンラインでの個別相談でも面談と発行が可能となっております。めっちゃ便利じゃないですか。めっちゃ便利です。ね、ですのでお時間がない方とか、遠方の方、ぜひですね、このオンライン個別相談ですね、ご検討していただけたらと思います。積極的に使っていただける。はい、よろしくお願いいたします。はい、では3つ目参りましょう。はい、はい、3つ目が、自己推薦入学となっております。うん、その名の通りなんですけども、自分で自分自身のことを推薦して、出願をしていただくものが自己推薦入学となっております。はい、最後こちらです。ラストですね。ラスト、はい、東邦学園の卒業生推薦入学です。これ何かと言いますと、はい、例えば兄弟とかご家族、知り合いの方にですね、東邦学園の卒業生の方がいらっしゃいましたら、その方に推薦書を書いていただいて出願をするのが東邦学園の卒業生推薦入学となっております。はい、こちらですね、事前に入学相談室の方にお問い合わせをしていただく必要がございますので、もしですね、ちょっとこれを使ってみようかなと考えている方はお手数ではあるんですけども、入学相談室の方にお電話ください。はい、こちらも
選考料が免除となっております、ね、はい、ですので今4つ紹介したんですけど、これどれを選んでいただいても大丈夫ですですね。例えば東邦学園 の, この卒業生推薦入学が有利だとか自己推薦入学が不利だとか全くございませんので、うん、皆様お一人お一人のご希望ご都合に合った、出願の方法を、ね、選んでいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。そして行きましょうか。はいはい、出願の受付期間が10月の2日すでに始まっておりまして、翌年の3月7日までとなっております。はい、では続いてが、はいはい、一般入学についてご紹介をさせていただきます。はい、お願いします。一般入学なんですけども、選考方法は面接と書類選考どちらも行います。はい、ただですね、専門学校東京アナウンス学院、まあ、キャスト系ですね、はい、キャスト系をご希望されている方は声優か演技かアナウンスかは面接の際に原稿読みをしていただく必要がございますので、ご了承いただけ、ご了承いただけたらと思います。はい、そして、一般入学の最大の、ね、特徴なんですけども、併願制度の利用が可能となっております。はい、ですので現時点で、他のこう大学とか短大とかも、ね、ちょっと考えているよといった方は、まあ、おのずとこの一般入学になるかなと思います。そうですね。ただですね、はい、2024年の2月の回までの出願者が対象となっております。はい、ですのでこちら3月になりましたら、一般入学でも併願制度を利用することができません。うん、期日がありますので、こちらだけ、ね、注意をしていただけたらと思います。はい、わかりました。そして面接は、まあ、東京および地域、そしてオンラインにて行っております。はい、それぞれ、ね、1月2月3月毎月、ね、行っておりますので、ぜひですねこちらの募集要項、そして本校の、ね、ホームページを、ね、ご確認をしていただけたらと思います。ホームページにも載ってるんですね。載ってます。はい、わかりました。ありがとうございます。そしてですね、地域の方は、はい、東京以外ですね。東京以外です。はい、なかなかね、はい、なかなか行かないですね、 ですけどもね。東京以外ですと仙台とか名古屋、福岡、札幌、大阪、はい、それぞれね2月に行っておりますので、もしねちょっと遠方に住まわれている方はこちらの方でもね行っておりますので、ご検討ください。お願いします。最後にオンラインなんですけども、はい、どうぞ。オンラインの日程なんですけども、それぞれ1月、2月、3月毎月、ね、1回ずつ行っておりますので、まあ、東京と地域オンラインにて、ね、一般入学の面接を行っていることを、ぜひ、ね、チェックをしていただけたらと思います。はい、あ、じゃあ例えばここはもう併願制度が使えないってこと。そうなんです。なのでここまでってことですね。ここまでですね。こちらになりましたら一般入学でも、併願制度ではなく、いわゆる専願と単願となりますので、はい、ご注意ください。はい、ありがとうございます。そして一般入学の出願の受付期間は11月の1日から翌年の3月の12日までとなっております。はい、行きましょう。はい、はい、こちらね、まあ、ちょっとあっという間でしたけど、あっという間に一般入学と推薦入学ね、説明させていただきましたけども、はい、随時ね体験入学、そして保護者説明会をやっております。そしてもし私たちの説明を聞いた上で、入学制度に関する、あ、ちょっとここが知りたいですとか、ちょっとここが分かんなかったです、そういった部分がございましたら、 LINE 相談も、ね、やっておりますので、ぜひ、ね、活用していただけたらと思います。お願いします。お願いいたします。はい、オンラインでの個別相談も、ね、やっておりますので、じゃあここでさっきの教職員推薦入学も発行することが可能と。可能ですね。ということですね。ありがとうございます。はい、全国各地でも、ね、我々説明会を行っておりますので、はい、まあ、こういった、ね、体験入学や説明会に参考していただいて、翌年の4月の入学まだ間に合いますからね。まだ間に合います。皆さんからの出願をまだまだ待ってます。まだまだ待ってますし、またお会いできるのを楽しみにしております。以上、東邦学園入学制度ニュースでした。ありがとうございました。